このニュース映像なんですけども、これは1994年なんですが、これ中華航空ですね、台湾の中華航空が名古屋空港、これは小牧空港というんですけども、ここに墜落した時のニュース映像です。夜に墜落したもんですから、こういう暗い状態になってるんですけども、これね、もうつくづく思うんですが、もう本当はこういう事故のね、の映像のね、報道の仕方ってのは変わりましたよね。要はね、何を映すかということなんですけども、これ1994年ですから、まだ27、8年前、30年経っていません。私もこれははっきり覚えております。はい、で今のこのシーンなんですけども、これ、遺体ということになりますよね。事故で亡くなった方を並べて毛布にでこうやってかけてね、それを警察官がなんか確認しているような映像がこういうふうに出ております。で、今同じ事故が起こったら、現場からこの映像が流れることはありえないですよね。で、遺体を直接映して顔を出すということは、これ終戦直後のね、昭和20年代のニュースではそういうことはあったんですけども、今それはさすがにありません。でもね、この毛布でくるまれた遺体、これは明らかに、これは事故で亡くなった方ということが分かります。でも今なぜ映さないか。とにかく悲惨なものであるとか、そういうもの、刺激のあるものは映さないようにしようと。いや、方針としては分かりますよ。ただね、なんかもうとにかく極端ですよね。これ極端な事例というのが、もう手錠を見れば分かりますけども、最近手錠もしっかり隠すじゃないですか。で、東日本大震災の時も思いましたが、皆さん記憶にあります？遺体はもちろんなんですけども、棺桶ですら一切映らなかったですよね。2万数千人、直後なんですけどね、2万人の方が亡くなったというような事故を、ああいう天災を流しながら、人が死んだという、そういう形跡がね、テレビから一切伝わってこないんですよ。私ね、悲惨なね、ことが起こったんだってことを伝えるためには、遺体を直接映す必要はありませんよ。でも毛布がかかった、これ遺体とかね、あるいは棺桶が並べられたところ、そういうところをちょっと遠目に映すとかですね、それを映すことによって、初めてとんでもないことが起きたんだということが伝わると思います。これおそらく戦争が起こっても死体を映さないということを日本のメディアはするでしょう。なんか違和感感じませんかね。私はこれについてね、とにかく妙な気がしてなりません。